田直樹のカフェフィガロ。皆さんこんばんは、林田直樹です。いかがお過ごしでしょうか。今日は新しいゲストをお迎えしております。作編曲家詩人ピアニストのしずさんです。しず、これは CHEZOO と、彼女の C に動物園のズーと書いてしずと読むんですけれど、しずさんもう本当にあの素敵なキャラクターの方で、2015年の9月に、この番組のゲストに初めて、いらしてくださって以来の約2年半ぶりのご登場となります。メインで、なさってらっしゃるのがですね、オリジナル、しずさんのオリジナル作品でジャンルの垣根を越えてしまうアコースティックカルテット、トリニテ、これがメインなんですけれども、今日お話を伺いますのはですね、それ以外にですね、実にいろいろな多彩な活動をなさっている方なんですけども、まあ昔はね、16歳でミュンヘン国立音楽大学に、まあ、入学されて、そして、まあ、CM とか映画とか映像とかいろんな仕事をなさって来られた方なんですけれど、私が前から、ちょっと興味をですね、しずさんのご活動の中でも興味を持っていた、シニフィアン・シニフィエというですね、ユニットがあるんですね。これは現代音楽のカバー。現代音楽っていうのはですね、クラシック音楽の中のまあ20世紀の後半、まあなんかいかにも難しそうなギーみたいなですね、そういう音楽みたいに思ってらっしゃる方も多いかと思いますけど、それをですね、ポップスのミュージシャンの人たちと一緒にですね、やってるというこのシニフィアン・シニフィエの話題がね、今日の中心でございますので、この後たっぷりお聞きください。さあ今日のゲストをご紹介いたしましょう。作編曲家ピアニストのしずさんです。ようこそいらっしゃいました。こんばんは。はい、こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあしずさんはですね、このカフェフィガロ2度目のご登場ということになります。2015年の9月ですから、今から約2年半前、はい、ということになりますけれど、まあ、今思い出してみますとですね、あの時番組にいらしてくださった時はもう本当に私もたまたまなんかライブの案内をいただいて、そして足を運んでみて、そしてまあ CD もあのたまたま聴かせていただける機会があって、それで、あ、なんか面白そうなバンドだな、トリニテってなんだろう、いや他のユニットもいろいろあるみたいだぞ、ん、現代音楽やってるのみたいな感じで、それでちょっと私もあの曲もとても面白かったんですけれど、まあライブもね、あの時確か江東区のどこかのなんか、あ、そうですね、なんかあっちの方で聴かせていただいて、でもあの頃が懐かしくなるくらい、その後しずさんのご活躍も随分本当に幅を広げているように感じるんですけれど、今回はあのね、ライブがあったり、それから CD がこれからリリースされたりと、なんかいろいろな話題があるということで改めていらしていただいたんですけれども、あの今回、今日はあの聴かせていただく曲が、実はあの前ね、あのしずさんにいらしていただいた時はトリニテというユニットの音源をご紹介させていただいたと思うんですけど、はい、それからあのしずさんのね、これまでの、まあ、あの例えば、ミュンヘンにいらっしゃってカルロス・クライバーの指揮するオペラを裏から聞いたと、あのコレビティをやって、そして練習の段階からなんかそういうオペラの世界に接してたみたいな話もすごい印象的だったんですけれど、今回はそのまああのトリニテ、だけではなくて別のご活動もなさってらっしゃるということで、その別のご活動の中の一つとしてシニフィアン・シニフィエ、このシニフィアン・シニフィエのことを今日はちょっと話題にしたいなと思うんですが、まずちょっと一曲ご紹介をしていただいて、はい、それからちょっと話題に入りましょうか。私も実はこのシニフィアン・シニフィエって、あのたまたまそのライブ行けなくて、どんなだったのかちょっとまず音を聞きたいなと思ってたので、まず今日の一曲目、曲名の方をご紹介いただけますでしょうか。はい、はい、リゲティの曲なんですけども、ミュージカル・リチェル・カーターの7番目の曲を聞いてください。はい、thank you.
カ・リチェル・カータの第7番を現代音楽をカバーするライブのユニット、はい、シニフィアン・シニフィエの演奏で、これ1月19日金曜日に、渋谷の公園通りクラシックスで行われたライブの音です。あ、そ、これはそうですね、はい。で、これ6人で、はい、やってらっしゃるんです。これはライブをやるたびにメンバーっていうの変わるんですか、それともこの6人が固定なんですか。固定です。固定なんですね、はい。メンバーちょっとご紹介いただけますか。はい、はい。バイオリンが坪井明久、クラリネットが土井徳弘、サックスが、加藤聡、それから、ベースが、水谷博明、そして、パッカションがユカポンと、まあ、私ですね、はい。ということは、トリニテ以前ね、本当にご紹介いただいた、はい、まあ、今回も来週ご紹介しますけれども、トリニテとはバイオリンの坪井明久さんはダブっているんですね。あ、はい、そうですね。はい、はい、はい。で、このシニフィアン・シニフィエのですね、このチラシにちょっと素敵なキャッチコピーが書いてあったので、ちょっとこれ読んでみますね。はい。はい、現代音楽なんて聞くとちょっと、と腰が引けてしまう。でも気づかないまま普段耳にしている曲の中に意外と紛れているものも少なくありません。2001年宇宙の旅、ピアノレッスン、映画の中では数多くの現代音楽がサントラとして使われています。怖くなければお化け屋敷ではない、怖くてもホラー映画を見たくなることもあるはず。怖いと言われる現代音楽は残念ながらそこまでは怖くないかも。でもあえて怖くないとは明言しません。懐かしいあの曲ではないけれど、そこには現代に生きる私たちに様々な映像を見せてくれる。そしていろいろなことを静かに思い起こさせてくれる音楽がきっとあります。それを確かめに行きましょう。私たちはそんな作品をさらに普段使いで演奏してあなたの側にお届けします、というのがこのシニフィアン・シニフィエのチラシに書かれているコピーなんです。これもしかして静さんがお書きになったの。もう恥ずかしいです。いや素敵です。シニフィアン・シニフィエというのはそのいわゆる現代音楽と呼ばれているクラシック音楽の中の、まあ、最も、まあ、20世紀の後半以降の、ね、はい、作品を普段使いで演奏してっていうのが何とも言えない、うん。で、これまあ映画のことも映像のこともちょっと書いてらっしゃいますけれど、はい、このシニフィアン・シニフィエのコンセプトっていうのはなんか以前しずさんからお伺いした時は そういう現代音楽をポップスのミュージシャンにやらせると言い方をなんかしてたような気がしましたっけ。いや僕のちょっと聞き間違いだったかもしれませんけれど、そのシニフィアン・シニフィエというのはそもそもどういうことをやりたいユニットなのか、そしてどうして、まあね、僕このリゲティって言ってもね、すごくこうなんか聞きやすくなんかすんなり聞けちゃったって人も多いような気がするんですけれど、うん、どういうふうにこう現代音楽をこう普段使いって書いてらっしゃいますけれど、うん、現代音楽の元の曲を使ってこうどういうふうになことをやりたいっていうふうなコンセプトなんですか。まあそもそも、まあ現代音楽の定義が難しいと思うんですよ。そうですね、うん、なかなか本当に現代音楽っていうか、まあ、に携わってる方たちからすれば、うんうんうん、若干古いものも混ざってできてます。ショスタコビッチとかもやりますから、はいはいはい、まあ、それよりもだからいわゆる一般の人たちがクラシックと思っているようなものよりもちょっと、まあ、今の時代に近い音楽を集めて、うん、一般の人たちはまあせいぜいマーラーぐらいですかね。マーラーまだぐらいまでですかね、ちょっと100年ぐらい前でもうクラシック音楽が終わっちゃってる感じですかね、うん、イメージとしては。まあ、ただ聞いてることって結構意外と機会は多い、ね、うんうん、そうですね、うん、それで、まあ、完全にもうシニフィアン・シニフィエにも聞いていただきたいお客様のターゲットは、うん、クラシックのファン、もちろん拒むことではないんですけど、うんうんうん、でもないし、うん、現代音楽が好きな方と、はいはい、いうことではないに限定してなくて、むしろ普段私たちがまあライブでやってるような、うんうん、ライブハウスに足を運んでくださるような方とか、あまりその現代音楽を聴かないような人たちが聞いても、うんうん、面白いじゃないって思ってくれるような、うんうん、ものにしたいということがもうそもそものコンセプトで。なるほど。でもなんか今のリゲティ聞くと多分ほとんどの人たちが現代音楽っていうよりはすごいなんかこうちょっと親しみやすいリゲティの曲だけれど、ちょっと親しみやすい、全然多分抵抗感なく聴けちゃうような、あ、そうですか、だってよかったです、感じかなと
いう気もするんですけれど、でもこれちゃんと全部アレンジを楽譜に寄付して、それを一緒にやってるメンバーの人たちに演奏してもらって、それはということではないんですか？ある程度、書き譜のところに関してはまあ指示をします、はいはいはい、だけどそこから先はもうやっぱり毎回違うであってほしいので、もう毎回違うように、もうみんなそれぞれお互いの音を聞きながら自由な部分を作っていくんですね。そうなんですね、はい、だから現代音楽っていうか、そもそもクラシック音楽っていうと、まあ、ほらバッハとかもなさったりされるじゃないですか、はいはい、だいたいクラシック音楽っていうのはもう全部楽譜に起こされていて、演奏する人はそれの通りに弾くっていうのがまあ一応前提になってますよね、はい、まあ、もちろんそう即興やってくださいみたいな、そういう指示もあるとは思いますけれど、でもそういう曲をあえて即興的に何かこうやるようにこう作り変えてるような感じなんですか？まあ、だから、演奏してる側も楽しくないとやはり続かないと思うので、もちろん素晴らしい作曲家の素晴らしい書き譜を、毎回違う形で気持ちで演奏するのもとても大事なんだけれども、その中にどこかその日の自分たちのその何でしょうね、気持ちであったりとかを反映できるような部分というのを作ってあげるというのが、まあ、一つの考え方だと思うんですよね。それ結構ラジカルですね。もうだからもうきっともうこれもうかけていただくときっともう本当になんか怒られそうな気がしガチガチのガチガチのクラシック音楽原理主義者からはなんか言われるかもしれませんけれど、でも今しずさんがおっしゃったなんていうの、その日のなんか自分の何かフィーリングであるとかそういったものを、なんか持ち込む、そういう、こう余地を作るってなんかいうふうなことをおっしゃいましたけれど、それって本来即興性のなんか基本というか、なんかクラシック音楽だってそもそもそういう余地は昔はあったんじゃないかなっていう気もするし、ね、はい、なかなかそれはでもすごいやっぱりかなりラディカルな考え方ですよね。そうなんでしょうか、ね、うんと思いますよ、でもそれはすごく面白いかもしれない。でもそれでも ある程度作曲家の書いたこれその、音符も、ある程度はこうきちんとこう残すというか、いやもう書き譜の部分は基本的にはしっかり演奏できる人たちなので、だからその先が作れるんだと思うんですよ。なのでそのシニフィアンシニフィエっていうのは、表すことと表されるものっていうことじゃないですか、哲学的なね、なんか、記号論というか言語学の用語ですよね。だからその楽譜に対してどういう考え方をするのかっていうことを考えながらその名前をつけたりもしているんです、そもそもの楽譜のあり方っていうのは何だろうみたいな、楽譜のあり方は何だろう、なんかクラシック音楽の場合だと楽譜っていうのはとりあえず楽譜通り弾かなきゃみたいなのがまず基本ありますよね、まあ古楽なんかの場合だと楽譜に書いてあることはそんなに多くないから、なんかある程度即興性っていうのはもともとなんかね、担保されてるものだと思うんですけれど、まあある時代ベートーベン以降ぐらいから、まあ、とにかく作曲家の書いた通りの音を弾かなければいけないと、ショパンが書いた曲があったらそのショパンの音を全く外したりしたら、それはもうNG っていうことになるじゃないですか、でもそういう絶対に従わなければいけないものとして、作曲家の意図を忠実に再現する下僕としてミュージシャンが振る舞うのではなく、その先はどうなるんですか？そうですね、それを、まあ、当然その書かれてるものに関しての敬意を表して、これをしっかり演奏するということの先にまたその音楽の骨格であったりとか、まあ、その先が見えてくるじゃないですか、ある程度演奏していくと、だからそれは逆にその、まあ、作品にもよると思うんですけれども、先が見通せる作品であれば、聴いてくれる人と共有できる部分も含めて、必ずしもその閉ざされたものではない、ということを なんとか何か解き放っていけたらいいなっていう感じ。なるほど、確かに必ずしも閉ざされたものではないですよね、だから面白いのはシニフィアンで、やっぱこれやりますとかっていうとスコア持ってこられる方がいらっしゃるんですけどどういうふうに思って聞いてるのかなっていつも思いますね。必ずしも、もちろんちゃんとその譜面通りのところもあるんですけれども、ある種の忠実さもあるわけですよね、ただどっから崩していくかとかっていうのも分からないですから、これなんかこう自由に考えてみると、それ例えば美術の世界でもそうだと思うんですけれど、まあ、モチーフは何かこう引用だったり ね、ネタ元にしているものがあるにしても、それをなんかこうちょっと変えるみたいなのって普通にあるじゃないですか。あります、当然ありますよね。
例えばアンディ・ウォーホルみたいなとか、ね、あ、そうですね、はい、そういうのもそうだと思いますし、例えばバッハにしたところでビバルディの曲を、うん、そう丸々ほぼなんかもらって、なんかそれをチェンバロ協奏曲にするみたいなこともやってるじゃないですか、はい、そうですよね。でそういう意味ではまあなんかあのね、まあ、あるいはバッハの曲をブゾーニがなんかちょっとこう元々のメロディーも何もかも大体ももらうんだけれど、うん、こうちょこっと変えて自分の曲にするみたいなのってのは、うん、結構普通にありますよね。そうですよね、うん、ということはもう そもそもがそういう絶対不可侵な聖典ではないと、うん、楽譜が、まあ、それに対して、うん、の素材として扱うのに関しては、うん、まあ、リスキーではありますけれども、うん、まあ、現代音楽は余地はあるんではないかなというふうに思います。いやでもそれで、リゲティの他にもうメシアンとか、まあ、今日この後聞かせていただくんですけれど、はい、でもそういうものを、ね、シニフィアンシニフィエで取り上げるときに、うん、でもやっぱりあの曲をやってみよう、いやこの曲がふさわしいんじゃないかみたいな作業っていうのはかなり楽しいんじゃないですか。楽しいですね、すごく、ね、うん、でまたやっぱり正直言って掛布も難しいので、うん、それそうでしょうね。だからメンバーがその連帯責任で頑張るところもなかなか楽しいですね。あ、やっぱり結構演奏難しい部分も当然出てきますよね。あ、当然出てきますね。あ、 でもやっぱり皆さん、でもしずさん以外の5人というのはポップスのフィールドで主にやっていらっしゃる方たち、まあ様々ですね、まあ、もちろん音大出てる方もいらっしゃるんですけれども、でも必ずしもがっつりクラシックやってるっていう人は多分一人もいないと思いますね。そういう人たちがそのいわゆる現代音楽っていうものを、まあ、しずさんを通してですけれど、触れた時のそのリアクション、これも僕気になるんですけれど、つまりこう次こういう曲やりたいと思うんだけどって言ってこう持ってくるわけですよね、うんうん、でやっぱりある程度練習スタジオみたいなところで、はい、なんか合わせてなんか曲作っていくわけですよね、うん、その作っていく過程での反応とかってすごい面白そうな気がするんですけれども。面白いですね、うん、やはりその演奏に関してはかなり集中しなければいけないので、うん、それ以外 の時のその何でしょうね、テンションの高さみたいなものがなんかちょっと異常、他のバンドではないぐらい異常ですね。そうなんですか。みんななんか笑いまくるんですよ。何この曲みたいな。いや、なんか何でしょうね、なんかすごく、うん、まあ、楽しそうっちゃ楽しそうなんですけどね。うん、いや僕もねその感じはすごいわかるんです。多分クラシック音楽にそんなにどっぷり入ってない人の方が、うん、現代音楽に対してもしかしたらオープンマインドなんじゃないかなと思うことがあるんですよ、うんうん、だからそういう意味ですごく反応がね、なんかこうビビッドな反応が得られるような気が、その聞き手っていうことに関しても日々思うところですね、うん、リゲティとかメシアンとかは本当まさに食いついてくれるタイプの音楽のように思うことがあります。そうですね、うん、だから本当にクラシックだけをずっとやられてきた方たちに、うん、同じようなことでじゃあここからここまでオープンねってやった時に、うん、こういう反応出てくるのかなっていうのはとても、なるほど、まあ、出てくるのかもしれないし、まあ、それはそれで興味があるんですけども、うん、You're listening to BlueRadio.com 林田直樹のカフェフィガロ。さあじゃあ次の今日のもう一つの曲をご紹介いただけますでしょうか。はい、はいはい、もう一曲は、ですね、ミシアン世の終わりのための、四重奏曲の中からこれは3番目ですね、大山楽章、はいはい、鳥たちの深淵を聴いてください。Thank you.
シアンの書いた通りの音符に対してこうパーカッションが何か加えてるようなインプ、それはもう完全にもう即興的な感じ、うん、ある程度何かこうしずさんの指示が、いやもうこれはもうあのパーカッションのユガポンが考えてます。でもなんか全然自然ですね。そうですね、なんかもう本当に最初からそういう曲のようにしか聞こえないですね。いろんなあのやり方があると思うんですけど、ある程度あの2人です、多分そのあのクラリネットの同意さんとユガポンで相談をして、はいはい、こういう世界観にしようということで作っていってくれてると思います。うん、なんかでもすんなり聞けちゃうような気がしますね。そうですね、案外アレンジ次第では、なんか現代音楽の世界ってすごくすんなり聞けちゃう世界と思いますね。こんなに消化がいいものだったらもっと いけるのかもって、いやなんか話にはね伺ってたんですけれど、現代音楽のをやっぱりポップスのミュージシャンにやらせるユニットって僕は確かに聞いたような気がしてるんですけれどでもそれなんか意識改革かなんかしようとしてるのかなとかって思いましたけど、いや、ごく自然ですね普通に。そうですね、やっぱり皆さんやっぱり引き出しがたくさんあるメンバーなので、いろんなことがきっとできるんですね。でもこれやっぱりいろんなフィールドで音楽やってる人の演奏だからそう感じるのかもしれない。そうかもしれないですね。いつももうガチガチのクラシックしかやってない人だったら、同じ曲を演奏してもこういう風にやっぱならないのかも。そうですね、クラリネットのその自体でももう多分もうここ違うと思いますよね。すごく全然違うと思います、でも別にそんなになんかミッションじゃない音をやってるわけでもないのに、そうですよね、この違いは非常に興味深いですね。クラシックの人とポップスの人がね、同じ曲をやってこうもなんか感じさせ方が違う、考えさせられますね。この中に集まってくださったこの5人っていうのはかなり特殊だとは思うんです。やっぱりいろんなことがやっぱできる人たちだと思いますね。だってね、ポップスのミュージシャンって言ってもすごくもうクラシックの人以上にある種の演奏力の高さっていうのは多いですね。ですよね、それもちろん即興性も求められる度合いは強いでしょうし、かといってだって楽譜もちゃんと演奏できなきゃいけない局面もあるでしょうし、むしろ応用力が試される人たちなのかしら。そう、そうですね。で、書かれてるものプラス自分の中からアウトプットもしなきゃいけないこともたくさんあるので、それが両方とも できないとやっぱり厳しいですね、このバンドは。さっきしずさんがおっしゃったことともちょっとつながるのかもしれませんけれど、僕今ふとオペラとミュージカルの違いってことを考えたんですけれど、ミュージカルの歌手っていうのはそのオペラ歌手と違って求められるところっていうのは、オペラ歌手っていうのはなんだかんだ言って自分自身を表現するんじゃなくて、作曲家の書いた役柄をになりきることが重要じゃないですか。そうですね、だけどミュージカルスターみたいな人っていうのは、もちろんミュージカルの作曲家が書き、ミュージカルの作詞家が書いたものを歌ってるんですけれど、なんかその人の表現になってる度合いが強いような気がするんですよ。ミュージカルの方が。そうかもしれないですね、それはなんかそこがなんかそれとちょっと似てるような気が一瞬しましたね。そうですね、やっぱり、ミュージカルとオペラだと指揮者の言い方が絶対違いますもんね。そうですね、なんかつまり見る側もやっぱりなんかその人の人生の反映みたいな、そういうものをなんか聞きたいっていうかね。そうですね、ポップスのミュージシャンなんかもっとそうですよね多分。その人自身ですもんね、もう表現が。また急に話が脱線するんですけれどある別のねポップス系のミュージシャンの人がここにゲストに来てくださった時に、いつも自分はある、有名な歌手のバックミュージシャンをずっとやってきたと、この前その人が紅白に出てるのも僕見ましたけれど、でもその人はずっとそうやってなんかこうスタジオミュージシャン、バックミュージシャンでやっていくこともできるんだけど、どうしても自分の音楽をやりたいっていうふうに彼は言ってたんですよ。その時にそうか、ポップス系のミュージシャンの人たちでも今現状としてなんかすぐ超有名な歌手のバックバンドなんかやってる場合は自分の音楽ができてないんだなと思ったんです。ちょっとそのこととテーマ的につながりません？そうですね、ちょっと意識したことはなかったですけども、ポップス系の人も案外今不自由な思いをしてる人が多いような気がして、
どうかな。まあこのメンバーはそれぞれなんか自分のリーダーバンド持ってたりもするので、そこではまた表現を、ね、それは、うん、そこではちゃんと自分を多分満足し、ね、させてるのかもしれませんけど、ただシニフィアシニフィアの場合はそれに足してその現代音楽って縛りもあるので、不自由と自由が逆に面白いですよね。かもしれないですね。ポップス系の人たちに現代音楽やらせるって、またやらせるって言っちゃったけど、うん、それだけでもワクワクしますよね。そうですね。だからそう、あの、なんかが変わりそうな気がするし、うん、そうですね。きっとできる人たちっておそらくまだいるだろうし、いろんな可能性まだあると思うんですよ、ね、うんうん、それがなんか彼らのなんか自分たちの日頃のなんかね、そのリーダーやってるその、うん、ね、バンド活動みたいなところにそれがなんかこう流れ込んでいくと面白いかもしれないですね。ああ、どう、そうかもしれないですね。ポップスの世界とか、なんかあるいはジャズの世界にそういうね、リゲティやメシアンみたいな要素がなんか密かに流れ込んでいったら面白いですよね。あ、でも多分ソロとか絶対影響はしてると思いますね、うん、間違いなく。なかなかそう考えてみると、これは教育的なユニットだったりしてどうなんでしょうかなるほど。これシニフィアンシニフィエってこれからもまだ今回あの1月に終わったばっかりですけど、はい、まだこうやっぱ定期的にこう続けていかれる。そうですね、年に3回ですね。で、次回が6月なんですけど。あ、もう決まってるんですか。日にちだけがちょっとね、おそらく6月の、初めなんですが、まだちょっと日程が決まってない。そうですか。はい。はい、ということで、最後にですね、私の方からあのライブの情報、これちょっと今シニフィアンシニフィアは6月にまた仮のなんか予定があるということなので、それはぜひ続報を待てと言いたいところなんですけれども、その前にですね、実は来週この話は詳しく伺うんですけれど、鳥にて、こちらの方のですね、ライブがまず4月1日日曜日大泉学園 inF、4月29日日曜日吉祥寺ストリングス、そして、5月10日はなんとミュンヘンでヘッペル・ウント・エトリッヒ劇場。そうですね、これ劇場みたいですね。はあ、そして5月の11日ケルン・サロン・ド・ジャズ、はいはい、ライブハウス、ライブハウス、はい、そして5月12日カール・スルーエ、これはマッマテウスキル、あ、そう、マテウス教会、マテウス、あ、そうか、キルヒア教会です ね、 ですね、マテウス教会、はい、はい、こっち教会でライブやるんですね。400人ぐらい入るところらしいですか。そして5月13日ミュンヘンコントラプンクトクラビアウェルクシュタットっていうのがさ、はい、これはそれぞれですからドイツ国内のツアーがトリニテとして5月に4公演あるということを、はい、になりますか。すごいですね、はい、これあのこの番組をドイツでお聞きの方いらっしゃいましたらですね、ぜひ5月あのミュンヘン、ケルン、カールスーエ、スルーエ、ミュンヘンとトリニティのライブがあるので、ぜひぜひドイツのにお住まいの方ちょっと足を運んでいただければと、はい、してまあ、あの首都圏の方は4月の1日と29日に大泉学園と吉祥寺で、トリニティのライブがあるということで、はい、これはもうトリニティも本当にね来週ご紹介いたしますけれども、やっぱりもう本当に注目の、これはやっぱりクラシックとやっぱりそれからポップスのちょうどやっぱり中間的なっていう言い方していいんですかね。そうですかね、ちょっと自分で不思議な味のまあちょっとカテゴライズできない、うん、なんかこう影を帯びたですね、なかなか不思議な素敵なユニットトリニティ、これはぜひまたあの来週ご紹介したいと思いますけど、このライブはございます。そしてこのトリニティのライブだとですね、6月の1、2、3と、トリニティ日本海ツアーというのがございます。6月の1日金曜日が新潟ジャズフラッシュ、6月の2日土曜日が、高田、はい、そしてこれちょっと場所はまだ未定ですね、はい、で6月3日日曜日が、金沢のモッキリア、はい、という、まあ、あのツアーのスケジュールがございます、はい、そしてですねちょっとこれはまた別枠で、はい、3月の10日土曜日と11日日曜日に絵のない絵本って、これアンデルセンみたいな感じですけど、そうですね、はい、というですね絵画と朗読と音楽のライブというのが ありますね。これは下北沢のシードシップ、はい、そうです、はいはい、これどういうライブになるんですか。ですね、ほぼほぼ3年かけてですね、はい、
3年がかり、はい、絵画、まあですね、その西川幸子さんっていう、アンティークな紙にお線香をで焼いて絵を描く方がいらっしゃるんですよ、はい、でその方のがその絵のない本の、全部 の、あの短編なんですけども、うん、絵を描かれて、うん、それを、元にその、うん、西田かな子さんという女優さん、はい、野田マップなんかにも出てらっしゃる方なんですけども、はいはいはい、彼女が朗読をされて、うん、であと私たちがテーマだけは、まあ、作曲をするんですけども、うん、あとは、即興であの音楽をつけていくというので、その絵のない本全夜をやるというのを、3月にまとめてやります。ずっとあのその3年間かけてちょっとずつ、4話5話とかってやってきてたんですけど、はいはいはい、その集大成として全部をちょっとやってみようかということに。絵のない絵本というのは全部で34夜、あ、そうですね、はい、それをたった2日間で上演してしまうということは平均すると1日に17夜やる、ね、ということですか、はい、うん、でこれはなんかなかなか挑戦的なプロジェクトですね。やっててもとても楽しかったです。あの去年の終わりにちょっとあのそのライブの予定が余ったので、はい、夏目漱石の夢十夜もやったんですよ。あ、夢十夜ってちょっと書いてあった。これですね、これも面白かったですね、はい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 、またぜひなんかやりたいなと思って、これは、ま、夏目漱石の夢十夜を朗読して演奏、はい、この絵もだからその、同じメンバーで、そうですね、はい、やったんですけど、すごい興味ある、面白かったですよ。これやっぱり僕ね、朗読と演奏ってすごい僕はなんか一緒になった時にすごい力を発揮すると思ってたんですけど、そこに絵画も加わるわけですね。どんな感じなんだろう、やばいなこれとっても気になる。だからちょっと一応、まあ、絵のない本は集大成でやって、うん、まあ、夢十夜はまたちょっと、まあ、とりあえず終わってしまったんですけども、まだ機会があれば、これ夢十夜って、うん、これ夏目漱石の夢十夜ですね。 そうです、はい、それを去年の12月の20日に、その前は多分、10月かな、10月12月ってやったんじゃないかな、半分です。これなんか新宿の喫茶店でやったんですか。そうです、すごい、あの喫茶境期っていうとても素敵な場所だったんですけど、そういうなんか場所をどういう場所でっていうこともとても興味あるけど、いや朗読とのそういうコラボレーションもなさってるんですね、うん、そうですね、これはとても面白いですね、うん、しずさんはだってね、あの映像の仕事とかもなんかやってらっしゃるっていうのは伺ったことがあるんですけど、はいはい、それから今日ね番組の最初に作編曲家ピアニストってご紹介しましたけど、さっき何気なくプロフィールを見たら作編曲家詩人ピアニストって書いてあって、あ、しまったと思って、大丈夫、詩人ってやっぱり言葉にもこだわってらっしゃる。割と最近ちょっとその歌の方とご一緒することが多くて、うん、で試しにちょっとなんか詩を書いてみたりとかもしてるんですけど、うん、あとなんかその音だけとまたその言葉が乗ったりとかすることって違うということがすごくある、うん、それはそうですよね、じゃあ来週さらにお話の続き、まあ、鳥にての、ね、はい、一番新しいお話をぜひぜひ伺いたいと思います、はい、今日本当にどうもありがとうございました。ありがとうございます。今日のカフェフィガロいかがでしたでしょうか、作編曲家詩人ピアニストのしずさんをゲストにお話を伺いました。シニフィアンシニフィエ、現代音楽をカバーするユニットなんですけれども、その演奏ライブの貴重な音源をですね、今日皆さんにご紹介させていただいたんですけれども、リゲティ・メシアンというのはこれも20世紀を代表する現代音楽の大作曲家、どちらかというともう本当にクラシック音楽のコアの中のコアなんですけれども、それをですね、まあなんていうの、クラシック音楽に詳しい人たちの中だけでですね、なんか閉じ込めておくんじゃなくて、やっぱりそこに風吹き込んでるし、やっぱりポップスのミュージシャンであってもですね、そこにちゃんとこうアクセスできると、そしてこんな風に演奏できるんだっていうのがですね、今日皆さんにその一端を感じていただけたんじゃないかと思うんですけれど、やっぱり現代音楽の世界っていうのが実はすごくいろんな形で、自分たちの音楽としてですね、こう演奏できるっていう一つの可能性がですねあると思いますし、僕はすごい今日はお話も伺ってて面白かったんですけれども、皆さんはどんなふうにお気になりましたか。来週はですね、しずさんのまあメインのご活動、アコースティックカルテットのトリニテの話題が中心でございます。来週もぜひ楽しみに聞いてください。クラシック探求番組林田直樹のカフェフィガロ、今週はこの辺で。クラシック、それはあなたの想像力で聞く世界。
ではまた。ブルーレディオ.com